はい。ということで、月、火、水の食事を紹介していきたいと思うんですけども、色が黒くなってきて、徐々にもうやっぱ大会2週間前っていう感じになってきてましたね。顔が、まあ2週間半あるんですけどね。まだ今のところは。月曜日がローカーボ火曜日がローカーボそして本日がミドルカーボということで、月曜日は朝ごはん、オートミール食べて、お昼に豚バラ肉。で、夜ごはんは胸肉とアボカド。で、間食にプロテインと MCT オイルを入れたものを飲んでいます。 火曜日はどこキいてんねんの撮影があったんですけど朝オートミール食べてお昼はいつもどこキいてんねんで撮影行くジュースのワイズフィットネスというジムに行くんですけどもその近くにある金八食堂そこでサバ 160g 食べましたはいグラム聞いたらわざわざあの測ってくださってですねグラム数が分かったのでカロリーはしっかりと記載できてますで終わってからプロテイン飲んで夜ご飯はまた豚バラ を食べたっていう感じですね結構脂質の量は取りましたで本日ですねミドルカーボンなんですけども朝が白米2 5 0ムに卵と納豆とキムチなんか柚子の香りがついたキムチが売ってたんでそれ買ったんですけどめっちゃうまいそしてお昼が胸肉を塩コショウで炒めてそれを白米2 5 0ムの上にのっけてその上に玉ねぎポン酢 をかけてててキムチもちょっっと乗せて食べたって感じですね今、塩分をあえていっぱい取ってるので、そういう感じでちょっと塩分の高いものを取っています。で、完食に、薄塩せんべいと、プロテイン飲んで、トレーニング前に、えっと、ようを食べようかなと思ってます。こちらですね、羊羹これを食べて、トレーニングに向かおうかなと思ってます。今日はですね、日本チャンピオン、伊吹力選手とゴートレということで,ですね。まあ、ゴートレの内容はちょっと極秘になってしまうんですけども、ゴートレをしていきたいと。 思いますまあでですね夜ご飯はもう今日の予定としてはさつまいも 100g ぐらいに胸肉を炒めたい胸肉炒めを食べます塩コションのみでいただくつもりです今のところすごくいいんじゃないかなと思いますまだあと2週間あるのでそこからこの2週間で本当にしっかりと変われば割と自分が理想としていた絞りほどはいかなくてもちゃんとステージで あこの選手絞ってきたなって思われるような体にはできるんじゃないかなと思ってますもうそう言って自分を追い込もうと思ってるのでこうやって言ってしまうとね逃げれなくなるんでしっかりと頑張りたいと思いますはいということでコンディションはこんな感じですね今大会2週間ちょっと前さあここから2週間でどこまで仕上がるのか楽しみましょう 木曜日と金曜日のね、食事を紹介していきます。はい。木曜日。ミドルカーボだったので、朝ごはんはオートミール。で、お昼はサツマイモと胸肉。そして、ビーレジェンの YouTube の乾杯でプロテインも飲んでます。完食は、そばボウルとプロテイン。で、夜ごはんがサツマイモと、また胸肉。っていうような感じです。カロリーは、まあ、こんな感じ。ここに出てますね。はい、あ。金曜日、ハイカーボ。今日もハイカーボなんですけど、金曜日のハイカーボについてなんですけど、が朝ごはんが米。 288とかやったかな 300g ぐらいなんですけどまあ1合もいかないぐらいの量食べて2食目のお昼も米300近くをレバーキムチ丼にして食べて完食コーンフレークを食べてその後にまた完食でプロテインとコーンフレークとラムネ食べてトレーニングしてから夜パスタ食べましただいぶねあの調子としてはいいんじゃないかなと思いますあと半分 ですね。前、1ヶ月前っていう形になったところからの2週間経って今、体のコンディションを見たところ、あと2週間で僕が思ってたよりは絞れるかなとは思っております。ただやっぱり絞りきれいはしないので、そこがどう出るか。今は水をね、6リットル近く飲んでるので、水抜い、むくんでる状態で今なんで、抜いた時どうなるかっていうのも気にはなりますね。でもですね、ちょっとなんか、うーん。 っってていうのがあって水6リットルでねあの水中毒ってあると思うんですけどあれ6リットル以上は致死量みたいで <laughs> あの6リットル飲んでるんですけどやっぱあのちょっと今まではねなかったんですけど今回ちょっとこれ水中毒になりかけてんじゃねっていうね症状っていうのがちょっと出てきたんで5リットルに減らしますで塩分ちょっと増やして調整してその症状が引いたら、まあ、水中毒っていうのもあるんでまだこれもねいいデータが取れましたね 6リットルは水中毒になるから注意しましょうっていうデータが出来上がるので、ぜひぜひあのちょっとね、今ちょっと改善させててるんですけど、水中毒の予防というか、水中毒になりかけてる人こうしてくださいよっていうようなでやり方があるんですよ。まあそういったのを今実験中になっております。これでね、症状というかちょっと、あれって思ってる部分が治れば、それが答えにもなるのかなっていうふうにも思うので、一つの、ぜひね、またそちらの経過も聞いていただけたらなっていうふうに思います。はい、ということで。 月曜日になったんですけど土曜日と日曜日の話してなかったんで土曜日と日曜日の話しますまあ大会2週間前ラストでいいですねまず土曜日はハイカーボーやったんで米 300g が2回コーンフレークそして焼きそうめんそうめんは焼いたらダメですね素材の味はすごいですよあの調味料の味はすっごいしましたねパスタと違って、うん、全然おいしくなかったやらない方がいいですということで、まあ、そういった形でカーボー また 500g ぐらい取っててカロリーはこんな感じですね昨日ローカーボ一1日目今日2日目なんですけど朝ごはんはオートミール2食目に豚バラ肉使って食べてで次卵4つそしてあとプロテイントレーニング後に飲んでからちょっと時間経って帰って鶏胸肉とアボカド1つ食べてます脂質が100ちょっとかな 超えたぐらいでカロリーでいうと1900キロカロリーぐらいかなと思います調子としてはあと2週間なんでもっとコンディション上げれるかなと思うんで頑張ります